とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズン、めちゃくちゃ簡単なので、どんなやり方でもクリアはできると思います、おそらくね。では早速行きましょう。急げば、15分以内全然いけます。15分以内なので、これ周回のチャンスですね。うん、大体なんか短いステージってめんどくさいところがあったりしたんですよ、今までが。でも今回のはそんなにめんどくさいところはありません。とサクッとね、22階までいける感じですね。でここスケールメール取ってください。でエンチャント、入れたいんですけど、まだ入れなくて OK です。アーティファクト取ってからで大丈夫ですね。でまず最初にここをね、ポチッと押してからスタートした方が、早くいけると思います。まあ数秒だけどね、数秒だけども、早くクリアできるかなと思いますよ。はい、 OK。 2回おしまいですね。2階は何もいりません。行きましょう。もしくはカバン取っていってもいいかもしれません。まあ途中で変えるちゃ思うけどね。うん、一応あると火力にはなるんで取っていってもいいんじゃないでしょうか。はいはい。まあ敵はね、若干多いよ。若干、ほんと若干だけ多い。でも余裕です。うん、でもあれぐらいね、まとめて出てきてくれると嬉しいですね。汚染された種持っていってください。これも別にね必要ではないんだけども、あれば、そこそこ楽になる、楽になるっていうか早くなるっていうところです。でエンチャントでクールダウン入れてください。クールダウンが役に立ちます。でここはね、リッチが出る場所っていうのを覚えてれば、早くクリアできると思います。よし、ということで4階がこれでおしまいですね。パワーシェイカーを取っていきます。でクールダウン3を入れるのを忘れないようにしましょう。クールダウンが3入ってるとだいぶいいですね。OK。で、ここが、ネクロマンサーが、4体かな出てきます。パワーシェイカーをつけてれば、全然早く倒せると思うので、大丈夫ですね。うん。そのために、クールダウンを入れるように、してください。OK。あ、まあ、そっちだったか。まだちょっと出てくるところが、完全に把握しきれてない。あと1体出ますね。そっち側に。OK。とにかく、ネクロマンサーから先に倒すといいです。おぉ、いた、あいつ。避けやがった。しゃ。はまったな。はい、5回クリア、次行きまーす。はまっちゃった。リョバオの取っていってください。行きます。で、まず最初、エンチャントでね、これ。吸血入れておいてください。吸血入るとまあまあまあやられることはないでしょう。でここも特に難しい敵はいません。サクッと倒しちゃいましょう。あ、クリーパーは出るのかな、若干ね。でもワンパンで倒せるんで、もう問題にはならないと思います。はい、6体クリア、どんどん行きましょう。で、ドラですね。ドラはここでしか取ることができないので、必ず取ってください。ボーンクラブもなかなかね、魅力的なんですけども、ドラの方がいいですね。で、火属性、火力上げていきましょう。ドラがないと、やっぱり、ボスが若干時間かかるんですよ。若干かかる。なので、必ず取るようにしてください。で、ここは、この、細い道のところの敵が湧き終わるまで倒してから、先に進むといいです。湧き終わる前に行っちゃうと敵がね、変なところに行ってちょっと時間がかかっちゃったりしますので、必ず倒してから先に
進むようにしてください。よし、でこれでおしまいかな。はい、7回がこれでおしまいです。サクッといきましょう。何もいりません。でここエンチャンター、エンチャンターじゃないや、商人で防具上げてください。スケールメールですね。まあ、黄金なので何がつくかはお楽しみ。まあ、何がついたかちょっと見てみるか。うん炎の道いらない、いきましょう。あ、でエンチャントね、武器にどんどん入れていきましょう。吸血はとりあえず1でいいと思いますので、あとは火力にね、どんどん振ってください。でここは、エンチャンター出ますので、エンチャンターをできるだけ先に倒すようにしてください。 OK、 このね、種がだいぶ役に立ちますので使っていきましょう。あとここか、よし。はい、ということで9回おしまいです。次に行きますね。ここは何もいりません。あ、でエンチャントですね。火属性は3まで入れてください。クリーパーもワンパンでいけちゃいますね。 OK、 でここも別に敵は多くありません。サクッと倒しちゃってください。ドン、よし。おっと、耐えやがった。あとこれで終わりか。はい、10回終了です。全く問題ない、全くです。で、バジーネストと種を変えていきましょう。はい、でここの敵も別に強くありません。バジーネスト置いててあげるとちょっと便利ですよね。そっち側に行かなくてよくなりますので便利です。いいかな。でこっちが、ちょっと敵が湧くんですよ。でその敵が湧いたぐらいに、こっち側に行くといいです。最初にね来すぎるとまた2回目あそこに入らなきゃいけなくなりますので、湧いてから行くようにしましょう。何もいりません。あ、でエンチャントですね。吸血別に1でも十分なんですけども、まあポイント余ってますので振っていってください。もう本当に今回は特に言うことがないぐらい楽です。何にもない。はい、12回クリア。本当に今までで1番か2番ぐらいに簡単だと思う。本当に簡単、何もいりません。でボスですね。エンチャント吸血3、火属性も3ですね。でここは多分スイッチでもプレスでも同じ感じに出ると思うんだよね。うん、こいつらの間に入ってドラパワーシェイカーで一気にいけます。多分スイッチも一緒だと思います、おそらくね。何もいりません。はい、で商人ですね。パワー、ここは両刃物上げてください。今回か、ユニークの商人は出ません。うん、あれは出ないです。いきまーす。今のところ、フルエンチャになってますのでだいぶ強いかなとは思いますよ。落ちた落ちた。もうそんなにね敵出てきません。おお、落ちなかったんかい。かな、落ちたと思ったんだけど。よし、 OK、 よっしゃー。ではあっち側行きますね。パワーシェイカーをつけて、ほら、いきます。でパワーシェイカーを入れ替えてください。
パワーアップします。でここはまずは下のねスイッチからこれは押していっていいかなと思います。の方が、敵を枠のを待たなくていいので行けますよね先に。あぶね。あぶね。まあ落ちないように安全第一で行きましょう。よし。で若干敵多めに出てるんだけども、まあ、問題はないかなと思います。よし OK。 であと中に、何体かいておしまいだね。流血があるからもう全然回復する。で16回クリアで、ここ防具を亀の防具に変えても OK です。うん、これクールダウン入ってるし、ダメージ軽減も入ってるんでこっちでもいいんですけども、俺は変えません。うん、心配な人は変えてください。俺はスケールメールで、まあ耐久力は減るけども攻撃力は 30% こっちの方が高いので俺はこっちの方で出ます。そんなにピンチになることないもんね。うん、なので十分だと思ってます。うん、まあ、ちょっと心配な人は亀に変えちゃってください。はい、おしまい。そうそうダメージ受けることもねないと思うし、吸血で回復するんで、まあ、なんとかなると思います。でようやく弓を変えます。バーストクロスボウですね。そんなに使わないんだけども、一応マルチショットとボーナスショットは入れておいてください。そんなにね弓打つことはないと思います。うん、まあまあ打っていってもいいんですけどね、全然いいんだけども、そんなに使うことはないかな今回。よし、よっしゃ、食らってもね全然回復しちゃうので余裕ですね。はい、18回終了。次報酬いりません。んでボスですね。いつも通りドラを使って、パワーシェイカーで沈めてあげましょう。はい、終わり。速攻ですね、何もいりません。でここ、うん、特に、うん、問題ないかな。ちょっと敵は多めではあるけども、そんなにめんどくさいやつもいないしいけると思います。はい、来た、いいね、弓使ってね。弓使った方がまあ早いか。うん、早いには早いですね。終わりかな。うん、あーいた。はい、これで20回クリアです。次に行きましょう。報酬はいりません。で雑魚戦ラストですね。まあ、特に難しいことはないと思います。サクッとクリアしちゃいましょう。じゃあよし、オッケー。あれ、ああ動、ああ雲か、なんか動かねえなと思った雲でしたね。よし終わり。はい、21回クリアでーす。15分以内でいけますね、全然15分以内でいける。でここ森の矢筒取っていってください。森の矢筒ね、でエンチャント別に入れなくていいんだけども、まあ、ボーナスショットを3まで入れとくと若干攻撃力が上がります。ボスはドラ使って、パワーシェイカーの交互打ちですね。はい、終わり。はい、まあ、今回結構周回しやすいので頑張って周回してみてください。いい装備が出るかもしれませんよ。どうかな、いや
よくないと思う。よくない。うん。まあこんな感じです。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。